アレアルド・テルツィは、イタリアの画家、イラストレーターである。シチリアのパレルモで生まれた。父親のアンドレア・テルツィは成功した、挿絵画家で、弟に、昆虫学者、博物画家のアメレオ・テルツィがいる。パレルモの美術学校に入学するが中退し、ローマのエイリの週刊誌、ラトライブなイルストラータの挿絵の仕事をするようになり、この雑誌の編集室で、 イラストレーターのジョバンニ・マタローニと知り合った。マタローニはイタリアのアール・ヌーボーとも呼ばれるを代表するポスター画家の一人であった。この頃から洗練されたスタイルの女性を描くのを好み、1894年にはパレルモで開かれたシシリアの画家たちの展覧会で一等を受賞した。1897年からローマやベルガモの美術出版社で仕事をした。 1898年にマタローニに勧められてミラノに移り、イタリアを代表するポスター画家が集まった音楽出版でも知られるミラノの出版会社リコルディの仕事をし、ここでポスター画家のアドルフ・ホーヘンシュタイン、マルチェロ・デュドビッチ、レオポルド・メトリコビッツ、レオネット・カッピエロラと知り合った。イタリアの企業ポスターや映画のポスターの制作をし、 スティリ・リベルティのスタイルに移っていった。1904年にローマの出版社の美術監督の仕事をしその後もフィレンチェの出版社のために自動書の挿絵も描くようになった。書籍のイラストレーターとして働きながら舞台美術の仕事をし、ポスター制作を続けた。ピエモンテ州のカステレット・ソプラ・ティチーノに移りそこで亡くなった。ありがとうございます。